We are Shine Taiwan です。まだです。リナド。日本の接客が感動すぎる。日本に行った時に感じるんだ。そう、もう世界一。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。台湾との接客は全然違うのかな。台湾の接客もいいって言われるけど、たまにちょっと機嫌悪い店員さんもいますね。今日の企画は日本の接客感動したことを教えます。丁寧に教えてくれる。例えばね、やっぱり外国人にとって一番難しいのは、日本のレストランとか飲食するとき、メニューが写真がないところが多いですね。確かに、ひらがなとさ、カタカナと漢字混ざってたりするよね。そう、もうなんかこれ全然読めないですよ。前は私日本語超下手だった。あの時は本当になんかメニューがカタカナだけ、なんか全然読めないし、どうしようかなと思って、なんか店員さんに、すみません、台湾人、これ何ですか、うんうん、でも店員さんも本当に一生懸命説明してくれたけど、でも日本語だから全然わかんない。さらに携帯でなんか写真を見つけてくれた。このこれはこれですよって、うんうん、本当に感動した。優しい。そう、超優しい。それ聞くと私まで嬉しくなる。分かってもらえるために丁寧はもちろんだし、時間もすごいかけてくれる。そうそうそう、ね、本当に感動した。外国人にとってもすごい優しい接客なんだね。あとは注文するとき必ず持参バッグ。そう、お客様より低い。すごく低いでしょ。机のこうやって。ああ、なるほどなるほど。本当にびっくりした。目線を低くしてくれるの、ね。そうそうそう。本当にすごい。2個目、絶対程よく距離を持つ。例えば台湾だとお店に入ったらさ、店員さんを見つけないか、絶対近いところに行ってくれるんですけど。確かに。そう、日本だとその店入ったらさ、いらっしゃいませってずっと見てくれるんですけど、絶対程よく距離を取って自分もゆっくり物を見れるし、でも店員さん探そうとしたらピッて、あ、すぐ来てくれた。台湾のさ、フレンドリーさってすごいよね。店員さんとさ、お客さんがもう友達みたいな感じでさ、あらーみたいな。あらー、すごいびっくりした。あ、そう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 。会った瞬間から近い時もあるし、逆に何も感心されない時もあるよね、うん、台湾人にとっても日本のその距離感心地いいなっていう距離感なのかな。だいたい名店の中には出てくれないんですよ。でも探そうとしたらすぐ出てくれる、うんうん、すごい、本当にすごい、うん、日本の接客の時の距離感がすごい心地いいんだね、うんうん、3つ目、これは驚きや。スマホしない。あー、確かにね。台湾では店員さんがスマートフォン触ってること結構いいかな。あ、いや、いつも。まあね、いつもかな。禁止とかじゃないの？禁止ではないですけど、バレないように。リネンだったそのバイト経験は日本でもあったんで、うん、その時は本当に携帯禁止。こっそりでもダメ。携帯はちゃんとロッカーの中しまわなくちゃいけない。そう、台湾はあまりロッカーがないから。あ、そうなんだ。携帯と財布はいつも持ってる。でも本当にすごい、なんか日本に行くとスマホをする店員さんがいない。仕事に関してなんかめちゃ真面目。あとマニュアルとかもすごい、これしちゃダメこれしちゃダメっていうのが多いのかもしれない。4つ目、いつでも笑顔。前、ズズとアサエちゃん、授業動画撮った時さ、うん、その台湾の店員さんだと、たまには自分の、もし悲しいことあったら、大体、なんか笑顔がなくなってるんじゃないですか。うん、でも日本だと、本当に悲しいことあっても、どんなことあっても、絶対笑顔で返してくれる。自分の経験だと、バイトさっきの時さ、同僚の家族が本当に亡くなった当日でも、バイトに来て、うん、本当に超悲しいっても、素敵な笑顔を、ために見せてる。なんか本当にすごいなと思いました。一緒に働いてる側としても尊敬できるというか、すごい感動したエピソードだと思う。そう、疲れない？いつも笑顔。そう。じゃあ台湾人は笑顔しないの？笑顔しますけど、でもたまに無表情もする。ああ、うん、じゃあそれやって接客してる時ずっと笑顔で、わあすごいなーって印象を受けたんだ。5つ目。これマジでマジで尊敬します。日本のディズニーマジで最高です。レストランとかでもすごいなって思うけど、さらにトップの中のトップはツインドでディズニーなんだ。
ンさんよく私たちな、うん、着てる、うん、服とか、うん、つけてるものをよく気づいてくれる。誕生日とかかな。そう、あとはもし T シャツがキャラクターがあったら、あーなるほど、あれかわいい、どこに買ったのとか、うん、あの反応があったの、うん、だから自分も今日これ着て本当に良かったって感じ。テンションもいつも高いね。行ってらっしゃい。そうそれ。ホスピタリーすごいよね。台湾有事絶対ないよね。絶対ないよ。台湾有事は、あの、行ってらっしゃいはしないのか。バイバイ。请小心一点。小心啊。バイバイ。あとは挨拶もあんまり、ハルドだけ挨拶するよ。あー、なるほどね。ようこそー。こういう感じはしないかもしれないね。ユニバーサルとか行ったことある？そのスタムさんを見たらさ、ね、超庭でバイトしたかったんですよ。あー、そうね。その楽しい雰囲気を味わって、自分も行ってらっしゃーって言いたくなってきたんですよ。ね、行ってみたい。行ってらっしゃー。これは本当に超感動。次は、3つ目ー。今日はさっきズズが言ったのがちょっと似てるんですけど、よく見てくれる。遊園地だけじゃなくて、多分服屋さんでも普通に入ったらさ、その店員さんちょっと話したら、あ、今日の髪型可愛いですねっていうのが話してくれるんですけど、まさか自分の経験なんですけど、この前ね、その服屋さんで会計したくてさ、店員さん男の方なんですけど、家に帰ろうとしたらさ、その店員さんちょっと言いづらいんですけど、糸かちょっと髪の毛に。そこまで言ってくれたんですよ。あれと思ってて、あ、どこですか、あ、この辺ぐらいですで撮ったらさ、ほんのにちょっとだけ、ほんのにちょっとじゃあ犬なんですよ。でもそこまでもなんか気遣ってくれるのがすごいなと思いました。しかも、うん、ちょっとキュンしたイケメンですよ。イケメンは本当イケメンだけは、うん、もっと嬉しい、もっと嬉しいんだ。ちょっとかっこよかったね。あ、じゃあ毎日あの服屋さんわざとつけちゃうだろ。鼻付いてる。台湾ではさ、そこまであんまり見てない感じがする。細かいところはそこまで見てくれるっていうか、うんうん、普通に商品の説明っていう感じ。あと、あんまり褒めない。確かに日本のさ、服屋さんとかよく見てるの。例えばネイルしてるってさ、あ、ネイル可愛いですねって言われるとめちゃくちゃ嬉しいよね。そう、わかるわかる。一気声ですか？一回めっちゃ興奮する。女性の店員さんが褒めてくれたらさ、あ、嬉しいんですけど、私その後すぐその褒め言葉を返したんですよ、うん、逆にその店が超メロメロになってたんですよ。面白いなって。え、でも、あ、今日私やったことある。おー、うん、でも私大使じゃなくて急に店員さんに本当に綺麗ですね。言われたら嬉しいね。何言われたら私も失神しよう。そしたらさ、もっと買いたくなるかな。わあ、それ戦略かな。戦略ですね。でも例えばそこでさ、買ったとしてもさ、いい気分で買えれるよね。だって、あ、満足感多いはず。あー、日本行って接客に感動することを聞くと、改めて、あ、日本のせっかく言われてすごいんだなって改めて実感しました。ディズニー大好き。大好き。2人はさ、今6個あったけど、一番びっくりしたことは何？距離を持つ。スマホしない。あー、そうなんだ。私も見たことないかも。そうだね、スマホはすごいね。リニューマン、ちゃんと距離を把握できるのが本当に神すぎる、うん、あとパッと見たら、あー本当にすごい、うん、こうやって見ると本当に日本の接客業がいかになんかすごいか分かるのと、そうやって台湾の方々に褒められてすごい嬉しい。ありがとうございます。いってらっしゃい。行ってきまーす、うん、またまだのディズニー、あ、ディズニー体験したいね。あ、分かった。じゃあ卒園終わったらディズニーごっこします。やったー。はい、じゃあ皆さん逆に台湾で驚いた接客があったらぜひ教えてください。はい、じゃあというわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きなら、感想をよろしくグッドボタンを押してください。それから、私たちのツイッターもフォローしてお願いします。下にリンクがあります。それじゃあ、バイバイ。今日は何動画です。あー、危ない。それは、河野にあったかな。あるよね、あの、ハレーのやつ。